駅舎塩の沢駅は山梨県南駒郡部町美延町尾金にある東海旅客鉄道美延線の駅である。単式ホーム一面一線を有する地上駅。線路はほぼ北東から南西に走り、ホームはその南東側にある。ホームの美延方の橋は緩やかな坂が駅の出入り口である。駅のすぐ、美延方には塩の沢踏切があり。 駅の北西側の藤川沿いを走る県道に出ることができる。駅舎はなく、ホーム上の箱を島寄りに古くからの木造の待合所があるのみである。身延駅管理の無人駅となっている。山梨県統計年間によると1日の平均乗車人員は以下の通りである。駅の南西すぐのところでお持ち側が藤川に注ぐ。 みの部線と、それに沿って走る山梨県道9号市川三里。みのぶ線は、お持ち川を当駅の南で渡っている。県道との間には、いくらかのスペースがあり、春になると、桜が満開となる。みの部線における桜の名所であり、JR による夜間のライトアップなども実施される。駅の付近には、富士川に沿って人家が見られる。 駅の南西600メートル足らずの藤川には日本系金属の塩野沢取り入れ口があり、駅の付近からその様子を見ることができる。かつては当駅の近くに山港タウンコーチの塩野沢駅停留所があり、バスを利用して、三の山及び三のぶ駅、箱島駅へ行くこともできたが、現在は路線と共に廃止されている。藤川の対岸は三の町なぎりである。 国道52号が走り人家もあるが、駅の近くには橋がないので、駅の対岸に行く場合は、三の駅近くの三の橋を利用する。ありがとうございます。